ポケットモンスターゲームシリーズ、スピンオフゲームポッコブシポーキン、トーナメント鉄拳シリーズポッコブシポーキン、トーナメントアーケード版を遊ぶ人々、サンシャインシティにて撮影。ポッコブシポーキントーナメントは、2015年7月16日に稼働開始したアーケードゲーム、ポケットモンスターシリーズと鉄拳シリーズのコラボレーションである本作は、バンダイナムコゲームスが、 鉄拳シリーズで培ってきたノウハウを活かした対戦アクションゲームとなっている。キャッチコピーは大人のポケモンの戦いが始まる。であり、大人になった20代もターゲットとし本格的なやりごたえのあるゲームに仕上げるという。制作陣は現実にポケモンがいたらどのようなものかを考え、リアルさを追求したグラフィックとなった。2019年3月25日をもって、 アーケード版のオンラインサービスが終了となった。2016年3月18日に Wii U 版が発売された。初回生産特典はダークミュー2がすぐに使用できるようになるアミーボカードダークミュー2。Wii U とセットになった Wii U ポッコブシポーキントーナメントセットやポッコブシ専用コントローラー 4Wii U も同日に発売。 Wii U 版において追加コンテンツの配信予定はないとされている。2017年9月22日に Nintendo Switch 版ポッコブシポーキントーナメントデラックスが発売された。t v b モードではコントローラーはポッコブシ専用コントローラー 4Wii U を流用可能である。アーケード版の対戦モードにはオンライン対戦の全国対戦、CPU との対戦である。 シングルプレイ、同じ店内のプレイヤーと対戦する、店内対戦がある。このうち、全国対戦以外の対戦モードは1戦目の、勝敗に関わらず0戦プレイできる。バナパスポートカードをオール、ネットのバナパスポートカードにも対応しており、下記のようなプレイヤーデータの保存など様々な特典がある。5、拳連動ウェブバナパスポートカードが登録できる、Web ページで、 全席のエッやアイテムの受け取りなど様々な機能が使用できる。利用券を購入することですることでプレミアム会員になることができ、一部機能はプレミアム会員でないと使用できない。ポケモン代表の石原恒和は初期段階からポ・コブシというタイトルを決めていた。鉄拳シリーズのプロデューサーである原田勝博は鉄拳のシステム上で ポケモンバトルを行うというアイデアを石原から聞いた。際、鉄拳のキングが、ポケモンに、プロレス技をかけるようなゲームを想像してしまい、実現できるのかどうか、疑わしく思った。やがて、原田と石原が話し合うううちに、対戦型格闘ゲームが本来持つ魅力を再定義、したいという方向になった。企画が通った後、ソウルキャリバーシリーズのプロデューサーにして、ポケモンファンである、 星野正明をスタッフに迎え、制作が行われた。星野は、インサイドとのインタビューの中で、参戦ポケモンの選定に苦労したと振り返っており、当初は格闘タイプに限定することも考えていたが、多様なアクションの表現が選定基準となった。例えば、シャンデラは足を持たない点が決め手となり、プレイヤーが動きを予想しにくいことから選ばれた。 開発初期はトレーナーが道具を与えるという案が存在していたが、開発スタッフからそれでは味気ないという意見が出たため、道具の代わりにサポートポケモンが導入された。サポートポケモンというシステムは、リグダやコイキングのようにアクションを表現しにくいポケモンを参戦させるのにも役立った。また、開発当初、制作人の間でもタイプによる相性を入れるべきだという意見があったが、 原田のタイプの数が多すぎてゲームが複雑化する上対戦アクションゲームにおいてタイプ相性は不必要であるという考えから採用は見送られた普段格闘ゲームであまり遊ばないそうにも受け入れてもらえるようにするためゲームスピードを通常の格闘ゲームよりも遅くするなどの施策が取られた一方ピカチュウが最速夫人んを出すなど鉄拳シリーズや ソウルキャリバーシリーズのファンでも楽しめるように作られた。ポケモンのファンには子供や女性もいるため、制作人は普段ゲームセンターにあまり行かないこのような層に受け入れられてもらえるか心配していたが、ロケテストを行ったところ女性客やカップルがたくさん来ていた。また、この層が従来の格闘ゲーム機の筐体を見て難しいゲームと感じさらに、 本作のロケテストが行われた際、本作筐体周辺のプライズゲームの売り上げが上がったと原田は話している。また、一度目のロケテストで導入された、店舗間通信があまり話題にならなかったの点についても、原田は狙い通り、普段ゲームセンターに来ない人が大勢来たからと考察している。ご、拳っぽキントーナメントデラックスに関するカテゴリー。ありがとうございます。